ジャイルス・ピーターソンはフランスカーン生まれロンドン出身の大きな影響力のあるディスクジョッキーにしてレコードレーベルオーナー。アシッドジャズと呼ばれるジャンルのキーパーソンである。ジャイルスは自身のレーベルアシッドジャズやトーキングラウドを通じ1990年代の多くの有名なアーティストたちの経歴の一部として関わってきた。 またラジオ DJ としてもよく知られており、かつてはロンドンのダンスミュージック専門曲キス FM で番組を持ち、その後1998年には BBC の若者向けの BBC ラジオ1に抜擢された。その音楽の選択は幅広いことで知られており、ダブやレゲエからジャズ、ニュージャズ、ドラムンベースそしてヒップホップに至るまでの音楽を番組でかけている。 ジャズピアニスト、ロバート・ミッチェルと1980年代、アシッドジャズを専門に扱う DJ として、経歴をスタートする。彼は1986年に BBC ラジオ、ロンドンに、ラジオ番組を持ち、また日曜日の昼間に、ロンドン北部カムデンのディンウォールズにて行われていた、イベントは、短期間で終了してしまったものの当時の人気の、高さは未だに語り継がれている。 1987年に彼は、エディ・ピラーと共にアシッド・ジャズレコーズを設立した。このレーベルには、ブランニュー・ヘビーズ、ジャミロ・クワイ、コー・デュロイ、ジェームズ・テイラー・カルテット、そして、スノーボーイらが名を連ねた。1990年に、ジャイルス・ピーターソンは、アシッド・ジャズを離れ、トーキングラウドを設立。このレーベルには、インコグニートや、テリー・キャリア、 ガリアーノなどをはじめとしたアーティストが名を連ね、コートニー・パイン、MJ ・コール、ヤング・ディサイプルズ、ロニ・サイズ・イコール・レ・プラゼント、4・ヒーローなどのアルバムは、マーキュリー賞に、ノミネートされた。2006年には、自身のレーベル、ブラウンズ・ウッド・レコーディングズを新設している。また彼は、DJ ・ミックス・ CD や、コンピレーション・ CD もリリースしている。2005年4月より、 ワールドワイドが東京の FM 局 JWave でランデブーの1コーナーとして放送されている。2012年3月27日深夜の放送をもってラジオ1における番組は終了。1個はデジタルラジオ専門局である BBC ラジオ6でプログラムが放送される。2013年。 グランドセフトオート V ゲーム内の架空のラジオ局、ワールドワイド FM の DJ を務める。2014年4月3日インターフェムで、ザ・ワールドワイド60ウィズ・チール、ピーターソンの放送が開始される。リミックスし1993、フェブラリー。ありがとうございます。